かりまして、両チームのスターティングメンバーをご紹介します。先攻、一塁側、富山県龍谷富山高等学校。投手を中心に粘り強く守り、勝利を目指します。突出した選手はいませんが、気持ちを一つに大会に挑みたいと思っています。スターティングメンバーは、1番ショート吉井咲希、ナンバー1。2番セカンド藤井歩美、ナンバー99。3番ファースト林志奈の、ナンバー13。4番 BT 吉田美也、ナンバー18。5番レッド浦山美優、ナンバー69。6番キャッチャー内山愛羅、ナンバー10。7番サード矢野若菜、ナンバー21。8番ライト中西優、ナンバー3。9番センター工藤誇り、ナンバー24。 FP ピッチャー永田理央、ナンバー14。期待選手は本田柚葉、ナンバー22。松原佳林、ナンバー23。大西沙耶、ナンバー25。奥野萌香、ナンバー29。大村まどか、ナンバー39。松木ひな、ナンバー48。監督、武隈孝明。以上の皆さんです。対しまして、高校は三塁側、長崎県長崎市立長崎商業高等学校。同学年のつながりが強く、とても仲がいいチームです。守りが固く、守備でリズムを作り、攻撃に流れをつなぐチームです。スターティングメンバーは、1番サード長野芽衣、ナンバー17。2番センター日高佳林、ナンバー8。3番ショート黒川美月、ナンバー6。4番ライト小島あかり、ナンバー10。5番ファースト稲崎すず、ナンバー5。6番レッド北川愛、ナンバー13。7番キャッチャー松尾愛理、ナンバー2。8番 DP 後ろ田彩香、ナンバー11。9番セカンド野田瑞希、ナンバー4。 FP ピッチャー川瀬桃花、ナンバー1。控え選手は阿部ノア、ナンバー3。河野ひな、ナンバー7。渡り川凛花、ナンバー9。村子瑠奈、ナンバー12。渡辺優花、ナンバー14。吉岡幸、ナンバー15。
掛川校ナンバー16スコアラー中村美穂、監督溝口浩一郎。以上の皆さんです。続きまして、この試合を担当いたします審判員をご紹介いたします。球審戸根直和、塁審一塁石田博士、二塁武藤美希夫、三塁前川正弘、副審小山明雄氏。以上、本日審判員です。公式記録員は伊藤孝夫。放送は永谷俊子を担当いたします。両チームの監督は打球場の確認を行いますので、ホームプレートまでお越しください。お待たせしました。富山県龍谷高等学校対長崎県長崎市立長崎商業高等学校の試合を行います。
13。
点はありません。1回の裏、長崎商業高校の攻撃は1番サード長野芽衣ナンバー17、
校、小島あかり、ナンバー10。Thank you.
点はありません。本日は気温、湿度ともに大変高くなっております。こまめに水分
分補給は塩分補給などの熱中症予防をお願いします。また体調に異変を感じた時には涼しい場所への移動や体を冷やすなど早めの対応をお願いします。9番センター工藤琴美、ナンバー24、セカンド藤井愛美、
3回の表、龍谷大の高校の得点はありません。
回の裏、長崎商業高校の得点はありません。
6番キャッチャー内山愛田。は2番センター平川パリン、
番ライト小島あかり、Thank you.
いたします。ただいまより試合を再開いたします。選手の皆さん、元気に頑張ってください。
回の表、龍谷高校の得点はありません。5回の裏、長崎商業高校の攻撃は6番レフト北川愛、お知らせします。9番セカンド野田瑞希、ナンバー4に変わりまして、代打阿部ノア、ナンバー3、you
校の選手の交代をお知らせします。先ほど代打で出ました阿部乃はナンバー3が退きまして、野田瑞希ナンバー4がセカンドへ再出場します。Thank you.
4番ピッチャー吉田美也、ありません。6回の裏、長崎商業高校の攻撃は1番サード長野芽衣、2番センター平川パリン、
4番ライト小島あかり。
小島あかりナンバー10に変わりまして、ダイソー竹田和子ナンバー16が入ります。6番レフト北川愛、長崎商業高校選手の交代をお知らせします。7番キャッチャー松尾愛理、ナンバー2に変わりまして、代打渡川凛波ナンバー9。
です。
ください。龍谷大学高校の得点はありません。